改めて自己紹介をしだしたのだ。あなた方の指摘通り、私はマスターの知能を得たものになる存在です。種族全体の未来を検討し、そこに至る道筋を示すもの、長期行動計画ユニットと呼ばれています。この体は持ち主が別の体に乗り換えたことで使われなくなっていたもの、そこに入り込み職務を放棄していました。理由を聞かせてもらえないか。さっき木の前で聞いた話もあんた自身の悩みだったんだろ。私たちは遥か昔、全く別の形をした非常に弱い生き物でした。同じ星に住む別の種族に圧倒され、追いやられた子孫たちは強さを求めて体の一部を作り変えた。それがやがて全身に及び、最後に残った脳細胞、精神を信号化して体内に保存できるようになったことで、ついに不要となったのです。こうして完成した完全なる機体をオミクロンと呼び、その力で私たちは星全部を制圧しました。けれども、すべての不安が払拭できたわけではありません。私たちの星は枯れており、異星との交流があった。そこに別の文明があることを知っていたのです。弱き存在は強き存在に制圧されます。暗黒の宇宙では、より強くはなければならないのです。それを実現する信念と確信を求め、異星信仰が行われました。成果は実に目覚ましいものでした。今ではあの流星すらも滅ぼせるほどになっています。けれど、私はエラーを起こすようになってしまった。先の計画を立てることができなくなってしまったのです。故障しちゃったってこと？何度も検査をしましたが、異常はありませんでした。それなのにどうしてもわからない。強さを得た先、誰にも負けなくなったとしてどうするのでしょう。私たちには強くなることが必要だった。そのための行為は疑う余地もなく肯定されてきました。ですが、もし強くなった後の目的がないのだとしたら、それは本当に必要なことだったと言えるのでしょうか。私たちはただ星々を破壊してきたわけなのでは。それで君は指針を出せなくなってしまったのだね。オミクロンはもうこの星から出ることはありません。永遠に下されることのない出撃命令を待ち、閉じて終わる。今の私にできる選択は選ばないことだけです。あんたたちがやってきたことの良し悪しは俺が語っていいことじゃない。だがどんな形であれ、ここを行き止まりにしないことはできるんじゃないか。新しい目的を、何がしたいかをあんた自身が決めるんだ。それは不可能です。私たちも当初は何か目的を持って
強さを求めていたはず。それがわからなくなってしまった要因は、存在はすり替わっていたことだと推測しています。自身の期待に置き換え、脳細胞も残っていません。全てのパーツを入れ替えたのです。どうして同じものと言えるでしょう。私はもう私であったもののように欲求や願望を喪失することができない。引き継がれてきた命令をこなすだけの実行端末に過ぎなかったのです。なあ、俺、この絶望なら突破できると思う。もう、喉まで出かかってる言葉があるんだ。けど、それをぶつけるには。俺とさ、約束をしてくれないか。あんたとの約束はいつも俺と未来をつないでくれた。だから今回もこれが最後にはならないって、そういう願掛け。優しいな。なのにいつも見送らせてごめん。でも俺、なんだかんだであんたとの約束は破ってないんだ。今回もそうなるように勝手だけど聞いてくれ。欲張るぞ。まずイシュガルドに行こう。この前エスティニアンを探しに行った時はゆっくり見て回れなかったからさ、思い出の場所を案内してくれよ。それからあんたはいろんな冒険をしてきただろ。その中でとっておきだったものを教えてほしい。できれば現地でさ。せっかくまた同じ時代に生きてるんだ。英雄譚をたどるんじゃなくて直接話を聞けたら嬉しい。最後に、あんたも経験したことのない新しい冒険に出よう。大地を駆けて海を渡り、時には悠久の風に乗って空へ。絶対に約束だ。なあマスター、昨日おやすみって言った自分と、今日おはようを言った自分、それが完全に同じものだってどうやったら証明できる？記憶がつながってることか。でもそれは忘れてしまうこともあるし、
捏造する方法だってあるよな。なら同じ体を持つことか。厳密に言えば生きているだけで体は変わっていく。完全に一致させることは不可能だ。魂にしたって俺たちの星には一つの魂から分かたれた存在がいたが、同じ人物ではなかったよ。俺もさ、自分を塔の端末にしたり、記憶と魂を重ねたり、いろいろとやってきたんだ。その度に、やっぱり考えたよ。何が自分なのかってさ。答えは出たのですか？分かったことといえば、この問題は俺だけじゃなく、きっと誰にもはっきりさせられないってことくらいだ。だからこそ、昨日までの自分を理由にして今この心が思ってることを消す必要はないんだよ。確かに紆余曲折あったが、俺は今が好きだ。みんなと一緒にここまで来られたことが、命一つ晴れるくらい誇らしくて嬉しい。その心のままに望むんだ。先を、未来を、また約束が果たされることを。いいえ、私にはできない。欲求はわかりません。願望もわかりません。すべてを消失する方法すら予測はつきません。俺もそれを胸の奥から引っ張り出して言葉にするまでにすごく時間と勇気が必要だったんだ。その時のことを教えてやるよ。壊れかけた世界から明日を願った人々の冗談みたいな希望の話。お休みとおはようの間に叶った望み。まさしく夢の話をさ。一度くらい最後まで見送る側でいなさいよね。